皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回はバラガブリエルの無農薬栽培動画の11回目をお届けしますまずは現在の株の状態を詳しくご覧いただきますまた春の一番下の後は黒点病が発生しやすくなりますその対策についてもお話しします無農薬低農薬でのバラ栽培に興味のある方やガブリエルの栽培を検討している方は ぜひ最後まで動画をご覧くださいそれでは現在の株の状態をご覧いただきますまずは今咲いている花からですこの花は細い枝に咲いたものなのですがよく見ると害虫のアザミウマがいます アザミウマは別名スリップスと言います。花びらを吸収するので、シミができたように汚くなってしまいます。花の大きさは直径7センチくらいです。春に咲いた花では10センチのものもあったので、それと比べると小さめの花です。続いて、つぼみの状態をご覧いただきます。 現在残っているつぼみは2つです。そのうちの1つは横を向いてしまっているので、きれいに咲かないかもしれません。次に葉っぱの状態をご覧いただきます。うどんこ病や黒点病などの病気にはかかっていませんが、害虫の被害はちらほらとあります。 串ひげ葉鉢の幼虫による食害や横ばいによる吸収の被害を受けていますこういった被害を除けば葉の状態は全体的に良いと思っています春の一番花が咲いた後に切り戻した枝から新たな枝が伸び始めました この枝も花が咲いた後に新たな芽が伸び始めています。動き始めた芽の上で切り戻しをします。切り戻す位置が浅いので次に咲く花は小さいかもしれませんが、できるだけ葉の数を維持しておきたいので、あまり深く切り戻すことはしません。枝数が増えてくれることを期待しています。 春の一番花が終了するとうどんこ病と並んでバラの2大病害と言われる黒天病が発生しやすす。くなります僕なりの黒点病対策ですが実は今までの管理方法と変わりはありません通気性水はけの良い用土に植えつけることで朝水やりをしても夕方には株元がある程度カラッとした状態になるようにしています 黒点病予防で最も重要なポイントは、葉っぱを極力濡らさないようにすることだと思っています。天気が悪いときは鉢を移動させて、雨に当たらないようにするだけで、随分と黒点病の被害は少なくなるはずです。鉢を地面に直接置かないというのも、黒点病対策としては有効だと思います。鉢スタンドなどの上に置くことで、 地面に直接鉢を置くよりも風通しの良い状態になります肥料は今までと同様に液体肥料のハイポネックス原液を通常よりも薄めにして与えるようにします肥料を控えめにすることで株が軟弱に育つのを防ぎます特に何かを散布したりとか特別な資材を使ったりはしませんシンプルな栽培方法ですがこのやり方を継続していきます それでは今回の動画のまとめですバラガブリエルの無農薬栽培動画の11回目をお届けしましたうどんこ病の季節はなんとか乗り切りましたが今度は黒点病の季節に入ってきますこの栽培方法がどこまで通用するか楽しみですガブリエルの無農薬栽培の様子は今後も定期的に公開していく予定です 無農薬低農薬でのバラ栽培に興味のある方やガブリエルを育ててみたいという方は是非今後も参考にしてください。